ここやばいやばいやばい、ひどいことになってます。あなたの靴箱レッドウィングのブーツなんですけど、わかっかなこれ、カビ、前も後ろもすごいカビです。こういうのを靴箱に放置しとくと他の靴にも飛びます。このカビをまずはきれいにしなきゃと。うわすごいな、俺マスクしてくれよかった。ほらうわもうこんなか、やばい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 やつこれ、あーやばい、これはありえないでしょ、これこれこのバケツすぐ買っちゃった。ライトニングの、9月号で三浦さんが紹介してたんだな、レザーウォッシュフォーシューズ。これ株式会社水谷っていうところが作ってます。あのカビに効くとかどうとかっていうのはあんまり書いてない。比較洗剤キャップ2杯分かな、ちょっと多めに入れとこう。で、ほんとブラシでこれガーッと洗いたいんですけど皮傷つけちゃうといけないんでニトリで買ってきました。マイクロファイバーバススポンジ、お風呂洗い用のスポンジです。さっきこう混ぜた洗剤の入ってる溶液よーくスポンジに染み込ませて、これひでえよ俺の手もね、もうこれカビだらけになっちゃうよ。これね、わかる、この縫い目糸のところとかにもすごいカビが繁殖してます。これね、俺の靴じゃないんだよ、うちの社員からすごいカビになっちゃったんでどうしたらいいでしょうかって言われて、持っておいでって言ったら、こんなのが届いてびっくりしました。これはひどいぜ。カビは目に見えないところにも繁殖してますから、ウェルトの部分、アッパー、そしてこのタンのところね、ここさっきやばい、ほら、あー、ここやばいやばいやばい、相当やばい、これここのカビしっかり落としていかないといけない。いろんなとこ使ってね、このスポンジ洗ってまた使おうなんて思わない方がいいよ。このスポンジにもカビが残っちゃうことがあるから、だから僕は安いスポンジを買ってきたんです。これ何でもかんでもビチャッとつけてしまうと、水につけてしまうとじわーっと目に見えない表に出てないインソールの方とかにまで水分がガンガン染み込んじゃう。そうするとそこは乾きにくい、よってカビが発生しやすいみたいなことになるんでね、極力この表面を外で洗ってください。水の中につけないことが大事です。はい、そしたらですね、ね、つけずに流します。これ本当はね、シャワーがあったらシャワーでビャーっとやっちゃうのがいいと思うんだけど、とりあえずバケツの水で手で流してます。特にオイル塗ってないとか、もしくは液状のオイルを塗りすぎてる場合っていうのも実はカビになりやすいんだね。だからオイルはなるべく薄く薄くっていうのはカビ防止でもあるんですよ。これカビ残ってるとまたすぐにカビ一気に広がります。すごいくだらない話でさ、別にこんなのムービーで喋る話じゃないんだけどさ、同じカビだったら、これも牛の肌だし人間の肌に繁殖するカビを殺す水虫の薬を塗ると皮のカビが消えたってなったら面白いね。これちょっと今度の実験とのテーマだな。流してきます、綺麗な水で流してきたんで雑巾でいいと思います。水分をよく抜いてください。こすらず叩くようにね。こういうこの隙間ね、この隙間カビちゃん大好きなとこなんで、靴ひもは綺麗に洗おうかなと思ったけど、もう靴ひもこれ新品に変えます。ちょっとこのブーツを生まれ変わらせちゃおうと思います。全然違うブーツに。有料だよこれ、金取れるよ俺。何で干すか、日陰干し、僕はおすすめしません。日陰干しはまたカビが繁殖します。これエアコンの効いてる室内が良いんじゃないかと。今の東京の天候を考えると外の湿気ひどいんで、ただ干す時のポイント、中の水分を、湿気をだな、新聞紙に吸い取ってもらいます。あんまりぎゅうぎゅうに詰める必要はないと思います。
少し空気が含んでるぐらいで、でブーツ専用ハンガー、こういう状態で吊るせます。吊るして乾くのを待ってみましょう。丸2日間と半分かな、しっかり乾かしました。だいぶね乾きましたよ。見てカビないでしょ、カビ消えてるでしょ、カビしっかり消えまして、オイルをうっすら塗っていきます。今日使うのはレッドウィングが出してるオールナチュラル物質オイル、これですね。まあベースはミンクオイル、これね靴磨き用の柔らかい布なんだけど、はい、こういうねトロッとしたタイプです。うっすらうっすら、はい、大丈夫だね。ゲンゲン吸収するんで、だからこそ、あんまり入れすぎない。ここも皮だよ、ここも。ここね、ウェルトのところにもしっかりと油がいくように。なじませます、ホーサイドのブラシで。はい、塗った油をしっかりなじませましょう、これね。磨くというより、なじませるというのがポイントですよ。はい、はい、馴染んだでしょう。はい、もうそんなに、ああこれいいね。さあここから靴ひもを用意しました。じゃん、赤ですよ、赤。レッドウィングだし赤は可愛いんじゃないかなと。好みはねいろいろあると思うんですが、今回は河川のこの丸ひもですね。河川の丸ひも、これがね、あの脱いだり履いたりいろいろする人には緩めやすい、そして丈夫。靴ひもってやっぱり革がいいっていう人もいるんだけど、革のひもっていうのはあれメンテナンスがすごく重要で、革なんでねやっぱりオイル入れないと乾燥したらすごく切れやすくなる。この方がすごく緩みやすいし締まりやすい、締めやすい。だからハイトの高いブーツなんかでは革よりこっちの方が好きっていう人は結構多いと思う。はい、できましたよ、完成。カビも綺麗になりました、オイルもしっかり入りました、そしてシューレースカスタムまでしてあげちゃいました。これなんてサービス精神旺盛なんだろう。はい、じゃあお届けします、これを。